ちは今日は暑い中ご覧様にいただいて本当にお疲れ様です。最初はですね、とても美しいよく知られた曲から始めようと思うんですけど、この曲は、ある懺悔のために作られた曲です。作曲者は、若い頃奴隷制に携わっていた人なんですね。晩年に、自分の罪を、懺悔するために、作った曲です。僕は、この曲をやりながらよく思うんですけど、原発問題にしろ、基地問題にしろ、現代の奴隷制じゃないかと思うんですね。先人たちが奴隷制を、ね、なくしていったように、我々もですね、原発そして基地いろんな問題を、ね、なくしていきましょう。アメージング・グレース。そして次は人類最古のプロテストソングと書くことが思ってるんですけど、グレゴリオ聖歌の中のね、イカメの日という曲をお送りします。人類は本当に昔から、大変な目をね、ずっと、観覧神父に遭ってきたと思うんです。まさに21世紀で人類本当に大変な時代だと思います。しかし本当に知恵を絞って乗り切っていきましょう。Thank you.
はい、はい、まあ、僕らもですね、いろんな、会場でやってきたんですけど、ね、まさかこの歴史的な日比谷公会堂の、ね、いろんな事件も起こった、伝説の舞台に立つことがあると、ね、ちょっと思ってませんでしたけど、まあ、しかしですね、今日はせっかくの、ね、もう熱気で盛り上がる、集会ですのでね、皆さんもし楽しくなったらですね、ぜひ手拍子足拍子ね、よろしくお願いします。では次はですね、9月、なりましたね、40年前の、ね、9月11日、もう一つのセプテンバーイレブンという、事件がありました。これはチリの、民主制だったアジェンデ政権がアメリカの後押しで、ね、軍事クーデターで倒された、事件なんですけど、そこで、一人の、素晴らしい、歌い手、音楽家も、虐殺されたんですけど、彼の歌がヴィクトル・ハラ、ヴィクトル・ハラが残した平和に生きる権利、聴いてください。Thank you.
じゃあですね、もう一曲、ラテンアメリカの、街頭運動から生まれた曲をやりたいと思います。現代はエル・フェルロ・ウニド・ハマ・セラ・ベンシード。英語に訳すとですね、The people united will never be defeated、連帯した人民は決して負けない。不屈のため、聞いてください。
皆さんも3.11以降ですね、本当に驚いたり怒ったりすることがあまりにたくさんあると思いますけど、最近は総選挙のすぐ後に汚染水がだだ漏れしたという発表があってですね、タンクがね、やっつけ仕事だっていうのは最初から言われてたんですけど、何ですか、マーライオンみたいだという、あれは不謹慎と、ね、怒られたけど、多分実情をリアルにね、表した表現なんだろうなと、恐ろしいことですね。しかも、最近の、報道では、国会で汚染水問題を、協議するのを五輪の営業の前にやるとちょっとかっこ悪いから先延ばししようとね、ありえないですよね。日本の国会、一部ね、素晴らしい方もいらっしゃると思いますけど、与党特にね、全然もう政治家の資格ないと思いますね。まずもうみんなでやめさせましょうよ。あれもそして五輪もいらないですね、こんな感じは。もう一つびっくりは、被災者支援法が、決議されてから1年以上ほったらかしにされてて、しかも、ね、もう皆さんご存知ですけど、役所の、ね、担当の人がツイッターでやってらんねえよみたいなこと書いてるとか、本当にやってらんないのはどちらかと言いたいですよね。じゃあちょっとあまり演説してる時間はないので、ここでね、一曲以前から僕福島の民謡をちょっと好きでやってた曲があるんですけど、浜通りのソーマーボーダという曲です。ご存知の方もし、ね、ちょっとあんまりスペースないみたいですけど、どうぞご自由に踊ってもう盆踊り大会にしましょう。
もありがとうございました。もう一度拍手お願いします。じゃあ最後のあの今日はね、あの木之内さんはじめ素晴らしい人たちのね、前にやらせていただいて本当に恐縮感謝の限りです。ジータレモンタでした。最後の曲、じゃあクレズマという音楽で、生き生きと幸せに皆さんに捧げたいと思います。私は妙にも本当に胸に響きました。事故さえなければ
何年も何年も続いてきたこの盆踊りを今もきっと楽しくみんなで踊っていたことだろうにと思って本当に悲しくもなりましたけれども、引き続き聞いてください。次は